皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうへようこそ。今日はリンゴワッフルのバニラアイストッピングの作り方を紹介します。これからの季節にぴったりなリンゴをたっぷり使ったワッフルです。シナモン入りでバニラアイスとキャラメルソースをトッピングしてあります。材料はバター 125g、 砂糖 25g、 小麦粉 250g、 卵4個、ベーキングパウダー小さじ1/2、リンゴ3個、牛乳 250ml、 シナモンパウダー少々です。まずワッフルの部分を作ります。大きめのボウルに卵、砂糖、バターを加えてハンドミキサーでよく混ぜます。ベーキングパウダー小さじ1/2、小麦粉、牛乳を加えてさらに混ぜます。次にシナモンパウダー少々を加えて混ぜます。細かく切ったリンゴを加えて、形を崩さないようにヘラで混ぜます。これでワッフルの生地が出来上がりました。ワッフル焼き器に生地をまんべんなく広げてから、蓋を閉じて焼きます。1枚目のワッフルが焼き上がりました。焼けたものを網の上で冷ましておき、順番に焼いていきます。全部で7枚のワッフルができました。1枚目のワッフルはバニラアイスとキャラメルソースでトッピングしてみます。自分の好みに合わせてトッピングして食べてみてください。 DIY 自分で作ろうを見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら嬉しいです。他の動画にも興味があったらチャンネル登録してみてください。最新情報をアップしています。よかったら友達ともシェアしてみてね。ではまたお会いしましょう。